谷桃子バレエ団は創立して70年以上、一貫して掲げている理念がある。心で踊る、それは人の心を揺さぶり動かす表現者でいること。この理念や思いを未来を担う子どもたちに伝え、多くの体験を提供したい。子どもたちに夢の舞台をというテーマを実現するため、これまで行ってきた企画がある。ドリームプロジェクト。子どもたちに夢を届けるために発足。第1弾は2022年眠れる森の美女全幕、オーロラ姫の子供時代をはじめとするオーディションを開催。第2弾は2023年新春公演、ドンキホーテ全幕。高校生を含むより多くの子供たちが出演できるオーディションを開催。そして今回、スペシャルコラボによる新たなプロジェクトが始動。くるみ割り人形全幕にてキッズオーディションを開催。そのコラボ相手とは、日生劇場。今年開場60周年を記念して上演するファミリーフェスティバルにて実現が決定。その意義やきっかけとは。子どもたちのやっぱり夢や希望を乗せて、子どもたちの一つの成長というところが大きなこの物語の軸になっています。ですので今回この日生劇場で子どもたちのためにこのくるみ割り人形ができるということは、とてもこの物語にあった大きな意義だと感じております。今回くるみ割り人形の子役のオーディションをさせていただくんですが、日生劇場としても子役のオーディションをするのは初めてのことになります。でやっぱりその60周年の周年の特別な公演ですので、まあ、何かここでしか見られないスペシャルな舞台を作りたいなという思いで、今回子役オーディションを実施させていただきたいというのをバレエ団にご相談をさせていただきました。で本当に偶然なんですが、谷桃子バレエ団さんの方でもドリームプロジェクトという形で子どもたちにプロのダンサーの方と一緒に舞台に立つ機会を提供するというプロジェクトを新たに計画をされていらっしゃるという時でしたので、私たち子どもたちに本物の舞台を提供したい、で子どもたちの夢を叶える場所でもありたいと思っている私たち日生劇場の思いと、谷桃子バレエ団さんのドリームプロジェクトの思いが本当に偶然重なった授業になっているなと思いますので、出演する子役にとっても、あと見てくださるお客様にとっても夢のある舞台が作れるんじゃないかなというふうに思っています。劇場とバレエ団が同じ思いでつながり実現したスペシャルプロジェクト。今回子どもたちに一番期待していることは、谷桃子バレエ団のくるみ割り人形というのは、特に今回募集する子役たちは踊ることよりも演じること、役に生きるということがメインになってきますので、ぜひ演じることの楽しさを経験してもらいたいと思っています。このくるみ割り人形はクリスマスの日のお話ですので、ただでさえその楽しい日にパーティーに行ってみんなと楽しく遊ぶというお芝居ですので、これは演じていても本当に楽しいです。私も子供の時代にこの役をやりましたけれども、とても楽しかった覚えがあります。ですのでぜひ皆さん楽しむためにこのオーディションを受けていただけたらなと思っております。演じることの楽しさ、心で踊ると同じようにバレエ団が大事にしている役に生きる、この原点ともいえることを子どもたちに伝えたいと強く思っています。日生劇場が谷桃子バレエ団と共に行う初のキッズオーディション。応募方法は
概要欄にもある日生劇場の公式サイトから応募用紙をダウンロード。必要事項をご記入の上ご郵送ください。締め切りは2月28日必着です。日生劇場開場60周年記念公演くるみ割り人形全幕は8月25、26、27日開催。もし今迷われている方がいたら、ぜひ思い切ってオーディションを受けてみてください。新しい世界が広がっていると思います。そして絶対に楽しい時間を過ごせると思います。出演するということはもうとても夢のような時間です。そして同時にご覧いただく方にも同じように夢の世界をお届けできると信じております。どうぞ皆さんぜひオーディションを受けてみてください。お待ちしております。